月刊川添恵子6月号。今月は日本から幼稚園が消える保育園を義務化というテーマでお送りしておりますけれども、先生、はい、今日のテーマは、はい、じゃん、こちら、ジェンダーフリーを押し付ける社会主義思想ということで、もう今までの2週間で話し足りなかったこととかここを補足しなくちゃってことも全部含めて、もうどういう方向に日本が行こうとしているのかというこの危機的状況ということについてお話を伺っていきたいと思うんですけども、はい、まずなんか母親が基本的に子供を育てるべきだって、うん、まあ番組で言ったんですよね、はい、朝まで生テレビで、はい、そしたらもうそれはもうブーって感じで、要するに当たり前の話なのにそう、って感じなんですよね、うんうん、それで私からしたらその反応にだしそうですよねもうとにかくそういう母親がとかではなくて、男性も育てるの、同じように育てるのが当然だと、しかも男女は関係ないっていうのが、うん、もうやっぱりその、まあ、リベラル派の人たちの考えで、うんうん、だからその女性としての役目、男性としての役目っていう会話をすること自身がもうタブーなんだっていうのが初めてと言いますかね、やっぱり分かったんですね。何度も私いろんなところで言ってますけど、だって男性に子供を産めって言ったって産めないわけじゃないですか。おむつは同じように変えれるかもしれないけど、うん、じゃあ男性におっぱいやれって言われてもできないわけで、うん、それでどうしてね、その男性の役割、女性の役割がブーなのかっていうのが理解できないですよ。そうだから結局そういう考えを、うん、我々みたいな考えは昭和の古いバカなババアってことになってるらしくて、だからもう別に古いどころか、古いんではなくてずっと日本の伝統というよりも人間とか、まあ、社会の人間としてのですねそうなんですよ、うん、それでね、実際確かに北欧とかね、うん、まあ、今でもそうですよ、女性男性っていうのは非常に同じような感覚で働いてる、うん、だけど働いてる時間が全然短い日本よ、はいはいはい、それからやっぱりもちろん残業ももちろんないし、うんうん、ワークシェアリングみたいな形でね、やっぱり子供がちっちゃい間は 4,5 時間の人多いですよ、うん、だから結果的に子供を預けてるようだけど、実はあまり大して長い時間預けていないし、はいはいはい、あとやっぱり子育てを絶対自分にしたいっていう人たちもいるんですよ、うんうん、でその人たちは保育所に入れずに子供手当っていうのを逆にもらって、でやっぱりその別に育てる、はいはい、 そうね、でそういうのはちゃんとノルウェーでも残されてるんですよ、うん、そのシステムが、うん、だけどそういうことは絶対的リベラルの人たちは言わずに、うん、ね、女性もみんな働いていて、みんな保育園預けてる、だいたいそのジェンダーフリーの方たちとか、うん、保育園推進派の方が言うのは、あとはフランス、うん、フランスも本当に究極、私からしたら社会主義国みたいなので、うん、0歳児から預けて、うん、ですごい教育のようにやっているっていうようなことを言うんです。で確かにそれフランスはそうなんだけれども、うん、北欧もそういう傾向はあるけど、やっぱり、ね、働いてる時間も違うし、うん、休みは多いですよね。そうですよね、うんうん、全然違うと思うし、で大体フランスとかも家族制度を壊してしまって誰の子供かわからない、うん、もう5割から7割が父親がわからない状態で子供を生まれてきて、でも国が全部育ててくれるからみたいな感じ、 それを彼らは理想にしてるのかもしれませんけど、でも私ね、男性の役割って言うんだったら、よく今離婚多いじゃないですか日本も、うん、で離婚して養育費きちんと払ってる男性って2割もいないらしい、で結局あれがもらえないから、養育費がもらえないから、子供はと当然お母さんが、その時お母さんが取る割合の方が絶対的に多いじゃないですか、うん、じゃあその人たちが生活がちゃんとできなくって子供の貧困化って、子供の貧困化になってる一番の原因はそこなのに、うん、なんでそのジェンダーフリーのその人たちはそこを言わないのかなって私、そうそう、本当そう、だから弁護士とか多いわけでしょあの人たち、そうそうそう、うん、だから都合の悪い部分はやっぱり隠すわけですよ、うん、隠すんですよね。でとにかく目的は母親から子供を離すことなんだなっていうのが、うん、私はすごく分かってきて、うん、で社会性が身につくからいいと思うっていうふうにみんな書くんですよ。でね、赤ちゃんに社会性必要でっかって聞こうかなと思ったんだけど、うん、まあやめたんだけど、社会性なんか必要ないですよ。社会性っていうのはどういうことかっていうと、ずるい人間になるってことですよ。でしょ、ネタ振りして、ネタ振りしなさいって言われてね。そうそう、うん、それでね、他人の保育士さんの顔見てね、うん、ニコニコした顔して、うん、分かりましたって心で後ろ見てベロってベロを出すような、うん、社会性ってそういうことですよ、うんうん、子供っていうのはね、自分が何が好きか、好きなことに真剣になればいいんであって、うんうん、そこから分かっていくわけですよ、自分がどういう性格であるかとか、 そうですよね、それをね、社会性が身につくからいいとか言ってるから、
いつからね、そう0歳児や1歳児に社会性が必要な社会になったんだろうと思ってで社会性って言葉を履き違えていて、実際それも私その人たち本当に子育てしたことあるのかなって思っちゃうけど、うん、0歳児の社会性っていうのは絶対にお母さんとの関係なの。そうですよ。それでそれがやっと2歳児ぐらいになって友達と遊べるっていうところがちょっと出てくる、うん、だから3歳児4歳児ぐらいになってっていうのに段階的にあって、イコール全部がその社会の中にどう生きていくかっていう社会性ではなくって、うん、関係性っていうことですから、そうそう、家族との関係性っていうのが社会性だったりする時期っていうのも必ずちゃんとあるわけで、うん、子育ての間には必要なのに、そういった議論を全部社会性という言葉でごまかしてしまってますよね。そう、だからやっぱりね、なんか1年生プログラムでしたっけ、うん、要するに小学校1年生になってもなんかちゃんと座ってられない、うん、そんなことばっかりこう取り上げて、だから保育園で長く訓練しておけばそういうふうになりませんよみたいなことを言いたいんだと思うんですよ、うん、いいじゃないそういう人がいたって言った私は。それも全て個性だし、基本的にね、うん、やっぱり爆発的な力を出す人っていうのは大体変な人ですよ、うん、だから子供の頃ちっちゃい頃変な人、普通の人にしては、うん、本当に日本の活力とか本当の意味の人間らしさはなくなるわけですよ。で、そういうの全部なくそうと思うっていうね、うん、まあ本人たちはそういうことは言わないわけだからそんなことはないっていうと思うけど、うん、保育園育つってこと自身は私はね、まあ、そういうことだろうと思ってるんですよ、うん、そうで、その人たち特に私現場を知らないんじゃないかと思って、保育所の現場とかって本当大変ですよ。だからさっき言ったその小1プログラムもそうだけど、やっぱり発達障害の子とか今増えてるじゃないですか、うん、で1人いたらやっぱり学級崩壊とかになっちゃうんですよ、うん、でもこれが保育所とかでもそういう子たちがいると本当はそこにこうちゃんと保育士さんを専任でつけないといけないんだけど、それが追いついてないし、で親もまたその子が発達障害だって認めたくないから、そういう障害の証明とかが出ないから、そういうふうな形でつかないってなったらもうごちゃごちゃの中で、うん、もう保育士さんたちもすごい大変な中で、てかお母さんたちが思ってるように保育所に預ければ全てバラ色で、うん、子どもは社会性が身についてさせてるのと現場は全然違ってますし、うん、でももっと言えばね、現場って、私もいろんな現場を見てきました。保育所も学童保育もそうだけど、最近そのお母さんから引き離すって言ってますけども、うん、お母さんから引き離したらどうなるのかっていうね、まあ、前も保育所死ね、落ちた日本死ねの時に山田博先生が子供を産んだのもあなたでしょって、うん、あなたの責任でしょって言ってまた炎上してて、私これなんでこんな当たり前のことが炎上するのか理解できなかったんだけどもだって責任を持たない親が子供を産むとどういうことになるかっていうと、うん、私もいっぱい見ましたけど、母子家庭なのに毎年子供が生まれる、でお母さんは夜中とか遊び歩いているから、うん、で面倒全然見ないわけです、赤ちゃん産みっぱなしで。そしたら本当は幼稚園小学校に行くような子供がおむつ替えて哺乳瓶でミルクあげてって、うん、ずっとしてるって、そんなところにね子供が増えて少子化対策になるんですかってねすごく感じて、でもそういうことでしょ、産んだのに責任持たないで、だからそれがまあ保育所ってなりますけど、子供たち自分で保育所行けないから、お母さんがでもね夜型人間でね朝起きれないから保育所に預けに行けないんですよ。で席があるんだけれども来ない、で先生とかが見に行ったりとかしたらお母さん寝てて子供たちこの辺で遊んでて、保育所に預けに行けないんです、お母さんが。まあね、だから、うん、そういう親の育児放棄もいるしね、ネグレクトもすごいですよ。そうだからやっぱりね、親学っていうか親になるっていうことはやっぱり、うん、赤ちゃん産んだら親としても0歳っていうか1歳っていうかね、うんうん、初心者なんだから、うん、やっぱり親を勉強し直さなきゃいけないっていうところの運動をやっぱりね、その地方の市議もやり始めていって、うん、やっぱりそういうのは素晴らしいなと私も思うんだけど、昔はやっぱり家訓とかそういう形で、はい、まあね、そんな大げさじゃなくてもあったわけですよ、うん、こういう時には横に向いて寝かした方がいいとか何でもいろいろ教える、はいはい、そういうものもちゃんとこう家庭から継いでいったものももうなくなって、うん、それが全部社会になっていったら、うん、もうやはりね、殺伐とした日本になるというふうに思います。それとやっぱり浅沼のところでもちょっと言ったのはね、そのジェンダーフリーになっていくっていうのは中性化していくことであって、そうです、うん、それで私はそれは少子化をますます加速させるということなふうに思うんだけど、それはもうシャラップなんです、もう言わせてくれないわけ、ね、だってもう草食系男子を通り越して絶食系男子出せるわけでしょ。そうなので、少子化が止まるわけない、どうやって女の人を食うことができるかって状況になってるのに、その方がそういう保育所に育てればね、うまくいくから、子
子供が増えるみたいなこと言って、うん、とにかくもうジェンダーフリーの人は、うん、いや私は中性化していくみたいなことを言っただけでもうダメなんですよ、うんうん、いやそれからねやっぱりその家族がこう縦に繋いできたものっていうのがあって、うん、子育てに悩むとお母さんに相談すればいいじゃんって思うわけ、そうそう、私たちも。でもすぐ行政に電話かかってきて、あの保健師さんとかがこうね相談とか乗るわけですよ、うん、今日はちょっと寒いんですけど靴下履かした方がいいですかって、そんなことで、ね、自分で考えるというか親に聞けよって話を全部行政に聞いてくるっていうのと、あとそれから実際にあるのがこれもうよく皆さん笑い話でご存知かもしれないけど、あのおむつの CM で青い水をして、うちの子供のおしっこ青くないんですがっていうあの問い合わせが来るって、これ冗談で都市伝説だと思われてるそうですけど、本当にあるそうです。ねそこまで来てるんですよ。いやでもきっとね、まあ負の連鎖とは言ってはいけないけど、やっぱりその親にあんまり育てられてない人の連鎖なのかなとはやっぱり思って、まあそれをね、あ負の連鎖とは言っちゃいけないんだけれども、そのだからその社会で育っていくのは当然でしょっていう人の声が大きくなってきたのかなと。で結局共産党の人たちとかさあってそういう人多いじゃないですか、かわいそうな人がね。そうだからやっぱりそういう方向、それが当然なのよっていう風で今声を大きくしてるのかなと思うと、そうですね、少なくとも日本の伝統っていうより、まあ、普通の意味で考えても人間のね、一つの本能みたいなものをもう潰していくような政策になりつつあるんだなと。でしかも自民党もそれについては実はあんまりもごもごもごなんですって、うん、だって選挙で落ちるもん。今もし先生が感じてるみたいに、うん、そう思ってるお母さんたちが多いんだったら、私たちの意見を言うと選挙で落ちますからね。自民党も全然そっちの方向には手が出せないっていうのがあるし、うん、でもやっぱり本当にこの社会主義思想っていうところでね、考えていただきたいのは、要するに浅間山荘事件とかがあった時に、あの連合赤軍の人たちはこう人里離れて山奥に入って、うん、そこで共同生活を送っていて、そこはもう本当にジェンダーフリーっていうか、まあフリーセックス、変な話ですけれども、そこで結構あの子供が生まれたらそこでみんな理想郷みたいにみんなで育てましょうみたいなのにしてて結局あそこで殺されて埋められてる人って、お腹に赤ちゃんがいる人とかが何人かいるんですよ、あ本当にそういうことをあの人たちやろうとしていて、で、まあ、ああいう事件が起こってしばらくこういうのは日本では下火になっていたのが、今なんか形を変え、いろいろもうあのみんなの合意のもとにそっちに持っていこうとしてるっていう、うん、それが私は恐ろしいと思ってるんですよ。そうで、うん、言葉遣いがやっぱりすごくね、その平和とか社会とかっていう風だから、うんうん、すごくなんか安心感がある言葉を使うと、はいはい、それがすごいマジックで、うん、あ恐ろしいなと思ってね、なんかこの頃になってそれがよく分かってきた、うん、やっぱりそのなんていうのかな、彼らは言葉の使い方とか選び方が巧みですよね、はいはいはい、うん、それでだから批判されないような言葉の使い方をするんだけど、うんうん、それは明らかに誘導していて、はい、で多様化とは言うけれども実は答えは一つで、うん、母親から子供を手を離すと、はい、話させるぞっていう一つの目的を持って動いてると、うん、でそういった中でまた母親たちをうまく洗脳して、うん、なんか分かんないけど共産党系ばっかりに票が入るように、うん、さらに入るように誘導していくっていうのと連動してるわけですよ、うん、そうですよね。いやもう私そんなんだったら、とも、まあ、私がもし保育園育ってたりとかしてたらまず作家ではなかったと思うんですよ、うん、やっぱり子供時代に自分が好きなことばっかりやっていたから、うんうん、ある種偏った人間になったけど、それで生きてるわけだからいいわけですよ、うんうん、でもそういう人 を育成しないっていうことだもん。そうですね、だから個性なんか絶対に認められないと、うん、恐ろしいなっていうのは、これね多分ね、最近のお話として私先生の話を受け止めたのはね、私子供を保育所に預けてる時ってもう働いて子育てするのが必死だから、預けに行ってまた迎えに行って帰ってくるのが必死なので横のつながりが全くなかったんで、うん、で逆に幼稚園とかに行くとママ友とランチしてとかいろいろあるから、うん、そこにまたいじめがあったりとかするお母さん同士でね、そういう煩わしい人間関係がなくてよかったなって逆に思ってたんだけれども、今そういうね保育所の民営化問題だとか、うん、そういうのがポンと出てくると、そのお母さんたちを横につなげちゃうんです、向こう側が。それで、うんうん、さっき言ったみたいな、あの署名活動とかする中で、うん、今度どこの党に入れるとか、戦争になって子供が戦争行くようになったら怖いよねとかっていうのを巧みにやっていって、うん、でグループにしてそういうのをして自民党の人を落とそうみたいな、うん、あの活動にしていったりとかする、これ本当最近ねいいようにそれを利用して出てきたんだと思いますよ、うんねうん、だからこれはね、だから一般の普通の人がそれに騙されないように、うん、
ぜひして、ね、はい、そういう心がけてほしいなと思います、はい、これからもねこのテーマをもうちょっと掘り下げてもっと皆さんにですね警笛を鳴らしていきたいというふうに思っておりますので先生どうぞよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。